諸積みしてんってことは下を向いたら見さけてごらん。東京クロノス。あ、来た。あら、諸積みか。アホか、諸積みこのショーで消えるんだったな。やけん、諸積みの過去編的なのをやるんだったら、ここのタイミングしかないんか。おい、逃がすなよ。捕まえたぞ。にゃーと小さく鳴き声がした。クラスメイトの一人が薄い汚れた子猫の首根っこを掴んで、おぞましい笑みを浮かべた。おい、やめろ、やめてあげ。かわいそう、かわいそう。じゃあ、どれぐらいまで生きられるか実験。殺そうとしてるんか。それはダメなやつだろ、お前。やめなよ。よくないよ。ポケットからライターを取り出し、火をつけた。そんなもの持ってんのか、お前。正しいことはどこまでも正しく。それは、それ以上、議論の余地などない。正しいというだけで勝てるし、それはみんなに広く認められる価値があるものとなる。言い換えれば、それは正義だった。何してるんですか？でだ、若かりし頃の。あ、なんかこの絵からしたら、この頃からメガネかけてたんだなって感じやな。諸積みって何歳の時からメガネかけ始めよったんだろう。私の顔を見て、クラスメイトの一人がめんどくさそうに舌打ちをした。名前は覚えていない。覚える価値もないだろう。動物虐待ですね。明日、担任の先生に報告します。しくんのかよ。最低だな。猫をいじめる方が最低やけどな。誰かに言われて困るようなことをしている方が最低だと思いますが。そうよ、そうよ。誰かが舌打ちをした。おい、もう行こうぜ。冷めちゃったわ。だな。去り際に一人が私を睨みつけた。それで正義の味方気取りかよ。気持ち悪い。気持ち悪かろうが、正義の前でそんなものは些細な問題だった。ストイック。結果として猫の命救ったんだからさ。中出てきた。でかいやつ出てきた。先生かこれ。次の日の放課後、私は一人教室で立たされていた。諸積みさんが子猫をいじめてるのを見ました。その言葉から始まり、あることないことを放課後のホームルームで教室に告げたのである。嘘です。私はそんなことしてません。わざわざ否定するまでもなかったと思った。何せ真実ではないのだから。それでも私はあまり社交的ではないし、先生からも疎まれているのは知っている。ほうか、疎まれているのか。だからこそ嫌な予感がしたのだ。僕も見ました。僕もです。クラスメイトの報告で教師がため息をついた。私を見やる。違います。私は何もやってないです。これが多数決の話か。ちょっとこれも渋谷隔絶東京クロノスに近づいている。どんなに楽しいことをしてもみんなに認められなければ投票を入れてもらえない。そういう言い方の感じかもしれない。教師の目は冷たく、私との距離を感じさせた。静かにしろ。ホームルーム続けるぞ。問題でしょ先生。なんか言ってくださいよ。多数決し始めた。教師をそっちのけで、彼がその場で手を挙げた。教師は睨みこそしたが、何も言わなかった。放っておくのが静かになるまで一番早いと思ったのだろう。ほら、みんな正直に。彼の言葉で、ちらほらと手が上がる。諸積さんがやっていないと思う人。それで手を挙げた人は誰もいなかった。この状況だったらさ、ちょっと証言が3人おるってところでさ、客観的に第三者が見てしまったらそう思ってしまうところがあるんだろう。あの子鬱陶しいんだよね。わ、疎まれてる。どっからか声が聞こえた。ちょっとしたことで注意してきて、本当うざい。
黒板のミスもいちいち注意するから先生にも嫌われてるしね。クスクスとクラスから笑い声が漏れた。心臓がギュッと締め付けられるような感覚が体をこばらせた、真面目な人間ってさ、あんまり使えるイメージがないよな。真面目以外に何かもう一つあったらってところがあるけど、その時の諸角はやはり真面目しかなかったのかもしれない。いや、もしかしたらこの頃からおっぱいが大きかったかもしれんけど。諸角、教師が私に声をかけた。その時なぜかわからないが、鳥が救いの声に聞こえた。正しいことは何があっても変わらない。私が嫌われてようが、正しいことは正しい。後で職員室に来なさい。目の前が真っ暗になるような衝撃だった。いや、あの、だから私は何もしてないんですよ。だからそういうのはいいんだよ。おかしい、おかしいですよ。私は何もしてない、注意しただけです。静かに。この後職員会議があるんだよ。頼むから早くホームルームを終わらせてくれ。はあ、大人の都合。先生、はあ、お前な、そういうのいいから、周りに合わせることも覚えろ。空気を読めよ。はあ、そうさ、わからんのよな。なんでそんな周りにみんなで空気読んでみたいな、場に合わせてみたいな感じでさ、合わせでいかなあかんのか、人間社会ってようわからんとこがあるんよな。そのうんざりとしたような音声で何を言っても無駄なのだと悟った。それでもここで負けるわけにはいかない。食い下がろうとしたが、唇が震えてうまく声が出なかった。おかしい、みんなおかしい。それでもそのおかしなものがまるで正しいかのようにこの場を支配している。これはどういうことだ。正しさが、事実がこんなに簡単に歪められるなんて、おかしい、ありえない。先生。あ、出た、神谷君。なんだ神谷。教師を引き止めたのは神谷サイだった。このクラスのリーダー的な人物で、教師も一目を置いている。彼がポケットから一枚の写真を取り出した。諸角さんはやってないですよ。これが証拠写真です。虐待を行っていたのは彼らの方ですよ。そんな写真撮ってたの？手早いな。どこで見てたん？それともなんだ？彼の一言で教室がざわつくほど雰囲気がガラリと変化した。正しい人、正義をなす人、私の代わりに実行できる人、私が彼の元に着くまでそう時間はかからなかった。うん、正しいならさ、その正しさをさ証明できるものが必要だったわけだ。諸角はそれがなかったわけだ。諸角ルート。あ、諸角地点来た。はあ。ってことはさ、桜井君は神谷君のことを怪しんでいます。諸角地点のことは下を向いたら見下げてごらん。でっかでっか、ちょっとでっか、おい、地面見えんよ。ちょっと待って、巨乳の人ってこんな感じの視点なんじゃ。いや、でかい、でかい、でかいってこれ、でかいわ。おい、でかいわ、おい。いいもんを見てしまった。二つの山の膨らみっていうのはね、やっぱ壮大なもんでした。なるほど。それはよくない。やっぱリークしとったんやな、この時点で。どうしてローがいるのだろうか。神谷君の部屋を訪ねると、ローがいた。二人で何かを話していたようだった。疑問には感じてないやな。私の居場所に割り込んできている。
ちょっと、そういう感じで見とったんじゃ。自分の自分のポジションを奪われかねないという感じで思っとったんじゃ。よくあるよな。副社長の座を他の人間に取られてたまるかと。社長の右腕の座は私のものだと。そのうち完全に奪われるのではないかと思ったが、もしそうだとしても、それは神谷君の判断だ。彼が私の代わりに、牢をそばに置きたいのなら、きっとそれが正しいのだろう。何でもかんでも正しいと、神谷君の判断だったら正しいだと思っている。ああ、諸角、それはちょっと直さないといけないぞ。その時は、おとなしく、彼の元を去るしかない。それにしても、どうして牢なのだろうか。神谷君は、どうにも彼を特別扱いしているように感じる。わかる。何かしらの対策が必要だと思います。私は最近桜井君をつけ回し、彼に探りを入れていた。最初のうちはやはり彼が犯人だからと思っていたからだった。だからどうして嘘をつくんですかとか言うたかな。しかし予想外な収穫があり、こうして神谷君に報告で来ている。神谷君は正義だ、ジャスティス。私に実行できないような大きな局面を常に取り仕切ることができる。対策か。いや、桜井のことだ。多分すでにいろいろ感づいてる。素晴らしい。さすが神谷君です。正解です。感づくですか。向こうには二階堂がいることを考える。どうしたらいいですか。とりあえずは話を合わせてもらうしかないかな。思ったよりやべえかもしんないな、お前。神谷君がその言葉に神妙そうに目を細くした。あの言葉忘れてないよな。お前がしくじったその時は。あの言葉。早速お出ましだ。ああ、このタイミングなんじゃ。あ、そうや、そういや、立ち位置がそうやな。はい、来た。ちょっと疑問に、ローのことに関して疑問に思いながらも、このまま流れが進んでいくんじゃ。二人が私のローを見て、はっとした表情をする。桜井君にはすでに脅しをかけてある。私が今ここにいれば、神谷君に情報を流していたことぐらい気づくだろう。神谷、少し時間いいか。話したいことがあって。どうしたの。もちろん何でも話して。二人が一緒でもいいかな。あ、勝手に話せよ。俺は見てるだけだ。神谷君は余裕ある笑顔で対応する。内心余裕があまりないことに、神谷君のそばにいる私は気づいていた。単刀直入に言うわ。神谷君、この世界についていろいろ知ってるでしょ。来ました、単刀直入です。本当に単刀直入。知ってると。鏡の壁は何なのか、犯人は誰なのか。何も知らないよ。状況は君たちと一緒だ。神谷、一つ確認したいことがあるんだが。何。目覚めた後、諸角と影山とどこで合流したんだ。来た、そういう話だったもんな。それを質問されたことはすでに神谷君には伝えてある。私はその質問が何を意図しているのか分からなかったが、神谷君にはピンとくるものがあったようだ。ファンシーショップを過ぎたあたりだったかな。俺が鏡の壁を見に行った後くらいだったから。そっか。ああ桜井君は少し釈然としない様子で口をつぐみ、チラリと私を一瞥した。え、見られてる。私見られてる。私は平静を装ってその視線を受け流すが、内心は少し動揺していた。そういうことだったのか、とここでようやく腑に落ちた。
あ、ここで気づいたんじゃ。鏡の壁については神谷くんが言い出したものだ。しかし神谷くんが目覚めたのは渋谷駅に非常に近い109だった。鏡の壁はわざわざ見に行かないとわからない。もしそうでなく鏡の壁のことを言い出したのだとしたら、彼は最初からこの世界に鏡の壁があることを知っていたことになる。そして知っていたのだろう。彼の話は嘘だ。私は影山君と合流し、その後神谷君と109で合流した。嘘をついてるな。ファンシーショップで言ったな、あんた。彼は鏡の壁の存在をおそらく確認していないだろう。酒井君の読みは当たっていた。それがどうかしたの？あ、いや、なんでもないんだ。なんだよ、怖いな。神谷君がリラックスしたように笑った。こうして余裕を演出することを彼はよくする。そうすることによって相手にプレッシャーをかけられるからだ。政治家って感じやな。自分はいくら続いても何もこぼさないぞと。それじゃあ別の質問なんだけど、ちょっとこれ見てくれる？二階堂さんがポケットから取り出したのは一台のビデオカメラだった。中に保存された映像を再生する。ホテルの廊下、そして神谷くんと影山くんが映し出されていた。この後、影山くんがいなくなったのよね。うん、それでアリバイが出来上がってしまった。アリバイが崩れてしまったよな、桜井くんの。もう、あとそれと、最後に会ったのが神谷っていう証拠も出来てしまったわけで、さあ、神谷くんがまとっていた余裕の雰囲気が、なんて読むんすか。でも諸角にはもう余裕がなくなったっていうのが分かっとったんやな、この時点で。影山くんがいなくなる前、最後に会ったのは桜井くんだという話になっていた。それを言い出したのはあなたよ。それで桜井くんは疑われることになった。でもこの映像がある。分かっていて桜井くんを貶めたのね。ってことになるわけだ。いや、そうじゃ。あー、なんかこの視点で見たら本当に余裕がなさそうに見えるんよな、なぜか。それならどういうこと？確かに俺は影山と話をした。最後に会ったのは俺だ。嘘をついたのは桜井を貶としめるためじゃない。理由は言えないが、そうなんだ。ちゃんと理由を話して。言えない。あ、言っちゃまずいかもしれないって言うたやつやな、これが。自分の立場分かってるのかしら。いい、今あなたが犯人じゃないかって疑われてるのよ。あなたはみんなをコントロールできる立場にいた。誰かを消すのだって自由自在でしょ。そうじゃないよ。だから私たちが納得いくような説明をして。この時諸角がさ、キョロキョロがさ、喋ってる人の顔を見てばかりいたから、俺もこんな感じですよ。どうしても言えない。だからそんなこと言える立場じゃないでしょ。ちゃんと話して。その時が来たらちゃんと話す。今ここで話すことはみんなにとってマイナスにしかならないんだ。みんなが判断すること、あなたが勝手に判断できることじゃない。とこでさ、後半してる時ってさ、町工事何やってたんだろうな。工事店の町工事支店のやつ見てみたいんだけどな。逆に神谷君は束の間の束の間うなだれる。この状況をどこにかしようと考えてるのだろう。一体何をするのだろう。少しだけ高揚した。こういうことは何回もあった。神谷君はピンチになった時常にそれを上回ってきた。
そして正義をなすのだ。正しいことをするには多少の嘘や人を利用することは必要だった。神谷君はそれをきちんと分かっており、自覚的に行動できる人だ。だからこそ強い。おい神谷、お前政治家の子供なんだから多数決で決めればいいじゃねえか。ああ、民意で決めようぜ、民意で。一言で圧倒して諸角に手を挙げさせる、あの多数決か。多数決。ローの発したその言葉に心臓が激しく脈打つのが分かった。ふざけるな、そんなの僕たち二人が不利に決まってるだろう。多数決、正しさを押し潰す歪んだ民意の権化、それは私が最も忌み嫌うものだ。神谷君がこんな手段を用いるわけがない。神谷君は正しい。それが私の基準だった。私は未熟で、神谷君は完璧。腐った世の中の、ただ数の多いバカたちに翻弄されることがない。数の暴力で事実を曲げられるような方法は使わない。だから神谷君の正義には価値がある。ただ、唯一の。分かった。ああ。諸角の期待を裏切ってしもた。その言葉に、心臓が止まった。ドクン。これはみんなの問題になる。だから、俺が説明をするかしないかで。多数決だ。そんなのおかしいわ。ちゃんとみんなが納得いくように説明するのは。あなたの義務だわ。そうじゃない。話すことにリスクが伴う。話した後で話さない方が良かったとなる可能性だってある。これの具体的な理由っていうのがよくわからんところではあったが、諸角が消えて、ローが動いて、神谷君を刺されたっていう、そういう展開になってしまったよな。だから多数決。この章でどこで、あの選択肢出てくるかな。往生際が悪いぞ。多分この章でもちゃんと選択肢が出てきてさ、通常のルートとバッドのルートが分かれるんじゃないかなって思うんやけど、さあどこで出てくる。みんなが何を話し合っているのか、もう私の頭には入ってこない。多数決。分かっている。私は神谷君と同じ意見に賛成する。ローもそうだろう。そうして3対2の状況を作り、話せなくていいと結論をまとめる。やることは決まっている。簡単だ。神谷君は正しい。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 それなら、ただ従うだけでいい。彼の言う通りにして、間違ったことなんて一度もないのだから。彼の判断は絶対だ。たとえその場で間違っているように見えたとしても。それでもこの嫌な感情は何だ。ちょっと諸角が神谷君に対してちょっとこれまで抱いてこなかった疑問っていうか疑心感っていうのが出てきてるな。ここに来て一体どこから流れ込んできている。私の小学生の記憶ではない。何か別のところで嫌悪している。ただ神谷君に従うことを私の中の一部が拒否している。それじゃあ多数決取り、俺に全部を喋ってほしい人。ああここで来たか。 おかしいだろ。あ、もしかしてここで選択肢来るんかな。本編通りに神谷君が手を挙げるところが来るか、逆らって手を下げるか。やめろ、多数決なんて認めない。来そうやな。一番選択肢を入れるんだったら入れがいがあるようなタイミングじゃないんこれ。今決める。町工事に話すか、また後で決める。来るぞ。ここでチャプターが切り替わるってことは、一旦シーンが変わるってことは、そんなの卑怯よ。来るんちゃうかな。
神谷君を守るために反論しようと口を開いた。でも言葉は何も出てこなかった。まだ来んのかな。やめろ。こんなのに乗る必要はない。諸角さん、うわ、この後来るかな。二階堂さんが私をまっすぐな瞳で見つめる。説得。しかし無駄だ。私は神谷君に従う、そう決めたんだ。あなたも本当のところは聞かされてないわよね。神谷君の口ぶりならきっと誰も知らない。彼しか知らないの。彼に都合が悪いことは全部隠せることになってしまう。うん。それを崩せるのは今だけなの。諸角の中の疑問の部分が膨れ上がっていくかもしれない。諸角、私は神谷君の味方です。アンドロイドか、お前が。お前はアンドロイドか。私は手をもちろんあげない。こっちではない。神谷君が沈黙を望んでいるのに、私が口を開くわけがない。真実が曲げられていいの？真実を曲げるのはダメだ。あ、ここで葛藤が入るんじゃ、一旦。真実って言葉に対して、何よりも正しいと思っている少女、諸角。だからこそが。来るな、選択肢これ。そうじゃないかな。頭が痛い。記憶が流れ込んでくる。私の失っていた記憶だろうか。記憶？あ、ここで出てくるんやな、記憶。めっちゃ人おるやん。あ、一緒におった頃じゃん。これは、中学、高校の神谷くんとの記憶だ。小学生の時に神谷くんについていくことを決意してから、神谷くんとの思い出がマジックペンで塗りつぶされたように、うまく思い出すことができない。きっと中学でも高校でも私は神谷君に付き従い、彼の正義を手伝ってきたのだと思う。その結果、私はどうなったのだろう。諸角、神谷に全部を喋ってほしくないぞ。ロー、お前、うるせえ。来るか。人形ちゃん、さっさとしろ。選択肢来るかな。お人形、ひどく尺に触る呼び方だった。でも同時にその通りだとも思った。私はこれまで自分で考えることを拒否していた。すべての判断を神谷君に丸投げし、彼に従ってばかり。確かに私はお人形そのものだ。正義なんてほど遠い。ドール諸角、ドール諸角じゃ、これは。しかし、しかし、だから私は、わ、これ選択肢出てくるお膳立てみたいな流れになってる。神谷くん、私。今、この瞬間、選ぶべきは。来るぞ、来るぞ、来るんちゃうかな。二階堂さんの言うような真実か。それでもやはり神谷くん、あなたですか。うわぁ、来るぞー。お膳立てを整ったような文章だったもん、これ。来たー。案の定です。神谷くん選ぶか、カレンちゃんを選ぶか。